どうも PO25 です。というところでシャリマスの方やっていこうかなと思っております。よろしくお願いします。というところで本日は何をしていくのかと言いますと、どうやら今日がですね、シャリマスが5周年を迎えたというところですごいね、5年だぜ、5周年を迎えたというところで、なんかどうやら5周年は当日のスペシャルコミが読めるとね。で、それのスペシャルコミがその名刺に設定しているお気に入りアイドルの所属しているユニットが見れるらしいんですよ。はい。だから私の場合恋人をそれにしてるのでノクチルのコミが見れるというところで、本日はちょっと見ていこうかなと思っております。はい本当にそれだけです。この動画を撮った後すぐちゆきさんのウィンゴの、ね、続き撮りたいなと思ってるんですけど、じゃあ行きましょう。ノクチルのコミね、楽しみです。行きます。なんか5年にかけたことなのかな。イエーイ。やってよ、ほら。あ、プロデューサーに話しかける感じなのね。なんかそう、ノクチルでなんかコミュするっていうか、プロデューサーにこう話しかける感じなのね。やってやれよプロデューサー、お前ハイタッチぐらい。ハイタッチ、イエーイ。一人一人ってこと？別に何も言うことはないけど、今私がここにいる理由を考えていただけ。ちょっと窓子がいつもより柔らかい気がします。不思議だなって思うんです。私とトールちゃんとか窓子ちゃんとかひななちゃんとか家族にも誰にも話してないことが言えちゃうから、プロデューサーさんには。すごいねプロデューサーすごいね。やっぱこう包み込む何かがあるんでしょうね。うん、さすがプロデューサーですよ。めっちゃ笑顔ねこれねえプロデューサー、手出して、サイン書いてあげる。特別なやついつも応援ありがとうひなな。なんかひななの声久々に聞いた気がするな。なんでだろう。なんかひななの声すっげえ久々に聞いた気がする。あーすごい。これがもらえるんだ。5000個とんでもねえもんもらえるんじゃん。すげえなー。というところでじゃあちょっと、なんか結構早く終わっちゃったんで、これもやりますか。無料10年いきましょう。これ SSR2 倍ですから。なんかいいの欲しいね。さあ行きます。おいいですね。朝日さんがね、あの遊園地のやつかな。そうですね。やりました。いや出ましたね。はい、というところで、いや良かったですね。朝日さんが出ました。2倍ってすごいね。うん、なんか今日あれだったんですよ。ブレーブスの試合があって、すごい負け方したのよ。すごい負け方っていうか、なんかなかなかに後味の悪い負け方したんですよ。ニック・アンダーソンが追いつかれたんだよね。なんか2点リードしてたんだけど、2点取られた挙句、ニック・アンダーソンから AJ ミターに代わって追いつかれて、あ追いつかれた、勝ち越された。なんか、忘れちゃったけど、うん。とりあえず負けたんですよ。で、最終回さ、ブライアン・アブレイユからさ、こう、ノーアウト満塁のチャンスを作ったにもかかわらずよ。エディロサ・ゲッツーってさ、やべえなって思ったんだけどさ、シャリマさん運が良かったですね。さあ、これ何になるの？お、なんか初めて見るこれ。初めて見たわ。意外と初めて見せたやつでしたね。なぜ不機嫌なのかは、これ、コミ見ればわかるんでしょうけど。朝日さんでございました。というところで。さあ、これにて、じゃあ本日は終わりにしますか。ありがとうございます。パス。ちょっと、何パスしてんの？じゃあ終わりますかね。まあ、なかなかちょっと、予想とは違った5周年コミュニティね。本当はなんかこう、ノクチル内で何かすんのかなって思ったら、普通にこっち側に話しかけてくるやつで、ちょっとびっくりしたんですけど、ありがとうございました。チャンネル登録の方もね、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。では、バイバイ。